令和元年11月23日大阪エキスポフラッシュフィールドにて 2019X2 リーグディビジョン2ウエスト最終節になります。クラブ崩壊対大阪ガススカンクスの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側ホワイトのユニフォームが大阪ガススカンクス、奥側メインスタンド側カラーのユニフォームブルーのユニフォームがクラブ崩壊です。クラブ崩壊キックオフ、大阪ガスリターンで試合が始まります。オフサイドキック、しかしこのオフサイド10ヤード進んでおりません。大阪ガスボールが止まったところから5ヤード前進しての攻撃を選びます。大阪ガスのファースター、大阪ガストリックプレー、クォーターバック10番一旦ランニングバック22番に渡し、22番フリーフレッカーで後ろへトス、しかしこのトスが乱れたため10番はスクランブル、ナイスラン、ファーストラン、タッチダウン、ランニバック45番反応から右オフタックルへのパワープレー、相手タックルを弾き飛ばしそのままエンドゾーンに飛び込み、タッチダウン、大阪ガス6点先制。パス成功、パスだ、ボールオン自陣45ヤード、中央へのランプレー、キャリア41番、パントフォーメーションを選択、パントフェイク、パス成功、パスだ、オフェンスの反則です。イリーガルキャッチ、無資格レシーバーがパスをキャッチしたという判定です。レシーバー27番、パスレシーブができるポジションにいませんでした。したがってこのパス自体が反則となります。この結果ロスオブダウン、ダウンを喪失したという反則になります。フォースダウンでのダウン喪失なのでフォースダウンが無効となり攻守交代です。ターンオーバー、ナイスラン、ファースター、クォーターバック18番スクリーンパスターゲット1番、しかしこれはクラブ方向へアジャストし約3ヤードロス、インターセプト、クォーターバック10番パスを投じましたがこのパスを取ったのは方向へ5番、攻守交代です。ターンオーバークラブ崩壊、ファーストドロープレー、パスに見せかけたランプレー、しかしこれは大阪ガスがアジャストし約2ヤードロス、キャリア41番、クォーターバック10番スクランブル、ナイスラン、ファースター、
クラブ崩壊ファーストダウン。プレイナンバー2-26、クラブ崩壊ファーストダウン2ゴール、残り2ヤード、タッチダウン。ランニングバック41番、ハンドオフから地を突破、エンドゾーンに飛び込み、タッチダウン。クラブ崩壊6点獲得。大阪ガスリターン、リターナー28番、ナイスリターン。パス成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー3番にパスを通し、約87ヤードゲイン。ナイスラン、ファースター。クォーターバック10番スカート中央突破し、ファースター、応急前進。パス成功、ファースター。時計回ります。タッチダウン。クォーターバック18番、エンドゾーンに向けてのパス、ターゲット1番、これをエンドゾーンでキャッチ。大阪ガス6点獲得。パス成功。キュービーサーク。クォーターバック2番、パスを投じようとしましたが、ターゲット見つからず、スクランブルに転じましたが、これを大阪ガスは QB サーク。ランニングバック45番、ハンドオフから左オープン展開。先ほどのプレーで、大阪ガス45番がボールをファンブル。このファンブルを抑えたのは崩壊。したがって攻守交代、ターンオーバー。スクリーンパス、しかしこれは、大阪ガス59番がジャスト、ほとんどゲインなし。ターゲット41番、インターセプト。クォーターバック2番、右スプリントアウトからパスを投じましたが、このパスを取ったのは大阪ガス24番。ナイスラン、ファーストラン。インターセプト。クォーターバック10番、プレイアクションから右へのスプリントアウトからのパス、しかしこのパスを取ったのは崩壊。したがってインターセプト成立。クラブ崩壊、自陣20ヤードからファーストダウン10です。崩壊ファーストダウン。ナニバック11番、ドロープレーにより中央突破。クォーターバック2番、プレッシャーを浴びながらターゲットを探しましたが見つからず、パスを投げ捨てました。ナイスラン、ファーストダウン。ナイスラン。ランニング枠中央突破、キャリア21番。ナイスラン、ファーストラン。大阪ガスタッチダウン。クォーターバック10番、ハンドオフプレーから自ら中央突破、そのまま相手タックルを縫うようにかわし、エンドゾーンに飛び込み、タッチダウン。大阪ガス6点獲得。
パス成功、ファースター。パス成功、ファースター。QB サーク、クォーターバック2番パスを投じようとしましたが、これを大阪ガス59番56番が QB サーク、大きくロス。パス成功、ここで再び中央へのランプレー。キャリア34番、しかしここでボールをファンブル。そのファンブルを抑えたのは後悔90番。インターセプト、ここで後悔タッチダウンを狙うロングパス、しかしこのパスを取ったのは大阪ガス7番。インターセプト成立で攻守交代、ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブホークは6点、大阪ガススカンクス20点で大阪ガスの勝利。大阪ガス全勝優勝です。ご参加いただきありがとうございます。